はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル5月18日月曜日続いて新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます順番はいつも通りトルコリラ円から始めましてメキシコペソ円南アフリカランド円の順番で解説をしていきます、えー、それではまず、えー、全体的な相場感、えー、株式相場の方から振り返っていきましょういつものこちら世界の株価のサイトをご覧ください えまずは、えー、週明けの、ね、東京マーケット日経平均ですが上げてスタートしました日経平均は前日比プラス96円 終値で2万とび133円ということでね、0.48%の上げという形で、1週間の取引を、ね、スタートしたという状況でございます。まあ、特に、ね、大きな材料はなくてですね、金曜日のダウ平均が上げたというところを、ね、交換しまして、上方向に進んだというところでございます。そしてね、原油相場の方も順調に上げているというところが、ね、相場の下支えになっているというところで、プラスで取引が終えたという状況ですね。 えそして注目いただきたいのがダウ平均の時間外取引ですね。えこちらが二万四千ドルを 超えたところで一気にに上上方向に跳ね上がる要はですね、まあ節目の、心理的節目の2万4000ドル付近で、えー、まあショートを、ねえー、組んでるところが多かったというところもありましてです、ね、それを超えたとと,ともに、ですねストップロスを巻き込みながら一気に上げまして、今は2万4300ドルを超えるというところでね、金曜日のダウの終わり値からね、600ドル以上上げているということで、まあ、株式相場の方は完全なリスコンに傾いているというところでございます。 それに順じてね、日経平均の時間,、えー、時間外取引も、今は300円近いね、えー、終わり値から上げているというところでね、えー、このリスクオンがどこまで続くのかというところがね、えー、まあ、勝負どころというところになっております、えー。こういったね、株式相場、リスクオンになっておりますので、新興国通貨のクロス円取引もね、えー、ほぼほぼ円安方向に傾いているというところになりますので、順番に見ていきましょう。まずはトルコリラ円をご覧ください。 はいえー、トルコリラ円の15分足です。 まずはね、今日のスタートに関しては15円50銭ぐらいからスタートしたんですが、まあ、日経平均がね、えー、上げましたので少しばかりね、円安方向でスタートしていたというところで、まあ、15円55銭ぐらいをうろうろしていたというところですねそして東京マーケット終わりましてヨーロッパ時間になってから一気に吹き上げ始めたということでね15円60銭を大きく上抜けますといったはね、調整しても右肩上がりになっている移動平均線にしっかりとサポートを受けて今日のね、高値 付近ででう,ろうろしていいいるとのののが、ね、トルコリラ園の今の動きでございますそしてこれを、ね、1週間の時間軸60分足で見ていただきますととても、ね、トルコリラのチャートとは思えないというぐらいの上昇トレンドに入っているというところでございます。 基本的には移動平均線は右肩上がりというところでねその上側で平均足のチャートが位置しておりましてことごとくね移動平均線もしくは移動平均線よりか上側でサポートを受けて上昇しているというところでございます。 そして15円25銭を超えたところでですね、まあ、先週の中頃でございますが、しっかりとね、15円25銭付近のサポートをね、1回、2回、3回ぐらい受けましてね、ここで力を貯めて、まあ、ボリンジャーバンドも狭くなっているんですが、これ力を貯めるというのも大きかったからというところでございます。今は一旦はね、跳ね返された15円50銭のレジスタンスをですね、まあ、しっかりと移動平均線でサポートを受けて、えー、上回ると。今度はね、逆に今までのレジスタンスの15円50銭が サポートとしてしっかり機能しましたので、まあ、高値を更新しているという状況で、えとうとうね、えーまあ、底値からは1円ぐらい上げてきたというような状況になって、トルコリロ、ねえー、安値の底抜けのリスクは相当減ってきたというところでございます。 まあこのきっかけはね何回もお話をしておりますが、まあ、トルコの、ね、当局が、えー、欧州系の恣意的に、ね、トルコリラを売り続ける金融機関を、ね、排除したというところを受けて、大きく上げているというところで、ね、そこが今振り返ってみればトレンド展開になったかなというところで、ね、引き続きロングの方を推奨していきたいと思いますので、まあ、60分足ベースで,です、ね、移動平均線付近で陰線から陽線になったところでしっかりとロングを組んでいただきたいというような状況でございます。 4時監視見てみましょう。はい、4時監視もね、えー、完全な V 字回復が見て取れるというところでございます。 こちらね、約1ヶ月間の時間軸という形になりますが、4月の終わりぐらいはですね、移動平均線が右下下がりということでね、ことごとく移動平均線付近でレジスタンスを食らってきたというところでございます。そして先ほどお話ししました、トルコ当局の、まあ、欧州系の金融機関の排除ですね、それがこのあたりになりまして、少し15円を超えるところで、まあ、手こずってはいたんですが、しっかりと移動平均線の上側に乗っかってきますと、 15円を超えてからはですねほぼほぼ上昇トレンド15円25銭の今までのサポートラインをですねこちらを味方につけてサポートを入りますとしっかりとね移動平均線よりか上側で陰線から要線に切り替わって高値をまあ過去1ヶ月間のね高値を更新できたというところでございます15円50銭もね過去レジスタンスで食らっていたところになりますので今回ね15円60銭を超えておりますが調整局面でしっかりとね15円50銭 ぐらいででサポートを受けるることができる、えー、いわゆるね陰線から陽線に切り替わることができればですね、えー、さらにロングを買い進めてもよろしいかなと思いますので、えー、参考にしていただければと思います。はいえー、以上でトルコリラ園を終わりまして続いて、えー、メキシコペソ園を見ていきましょう。 はい、えー。メキシコペソの方もね、えー、週末の解説では、えー、一旦ね、えー、危ない状況なので、ロング勢は利益確定をしましょうというお話をしましたが、すいません。これはね、ちょっと土下座レベルかもしれませんが、全く真逆のね、大きく上げる方向に、えー、今向かっているというところでございます。えー、今日のね、えー、スタートのところは少しスプレッドが広がり,広がりまして、まあ、ビットレートはね、4.45を少し下回るところからスタートしたというところでございます。 まあ日経平均の上げとともに、一旦はねは4.5円ぐらいまで近づきますと高値止まり、そしてヨーロッパ時間に大きく4.5円のレジスタンスを食らっていたんですが、先ほどお話しましたダウ平均の上げとともに4.5円を突破しますと、一気に4.55まで吹き,上げてきた吹き上げてきたというところで、かなり順調に円安方向に向かっているというところでございます。 先ほどもね少しお話ししました、原油相場ですね、1バレル今、32ドルぐらいまで上がってきておりますので、メキシコというのは産油国、産油国というのはやはりね、原油相場が戻りますと、非常にね、それも後押しになるということでね、メキシコペソ、非常にダウ平均の上昇とともにですね、原油の上昇にも助けられてね、大きく上げているという状況でございます。 これをね、60分足、約1週間の時間軸で見てみますと、この4.4円ね、振り返ってみれば、まあ、よく耐えることができたかなという状況ですね。一時はこの4.4円を下回ってね、えーまあ、クローズしてしまったら、売、えー、っときましょうというお話をしましたが、そこからまさかのね、4.5円、そして少しね、垂れてきたところで、一旦はね、ロング外しましょうというお話をしましたが、逆方向にね、一気に吹き上げたということで、4.5円のレジスタンスをね、今まで苦しめられ いたレジススタンスを一気に上抜けたととうことでね今度は4.5円のレジスタンスが戻ってきたときにサポートになるかどうか、ここに注目が集まるからというところでございます。よってですね、今突っ込んでロングを取るというところよりもですねしっかりと4.5円まで下がってきて、ここを、ね、抜けて下がってしまった場合は引き続き、ね、ロングは取れないという形になってしまいますが、今回ね4.5円でサポートが入ってしまった場合は、今度はね逆にロングを を組むということでね、えー、少し言うことが変わってしまって申し訳ございませんが、まあ、こういうような状況ということで、ね、早めに軌道修正をさせていただくというような状況でございます。4時間足見てみましょう。 4時間足もですね、結局はこのラインですね、上値のラインと底値のライン通りに動いてしまっているというような状況でございます。少しね、移動平均線を割り込む場面だとか、4.4円を割り込む場面、まあ、振り返ってみればね、下髭だったので、まあ、これは結果的にはサポートが効いたかなというところでございますが、ここ割れていたら、かなりね、4.3円まで下がるというようなリスクがあったというところでございますが、今回はしっかりと、 こちら移動平均線のサポートを受けてボリンジャーバンドを曲げるような上昇そして4.5円のレジスタンスを、ね、大きく超えてきたというところでございますので直近の今高値付近まで上がってきているというところでございますこれで、ね、今までのレジスタンスラインの4.5円で、ね、しっかりとサポートが入ったところでは、ね、さらに上げが期待できるという形になりますので少し、ねまあ、ショートを組んでいるという方は、ね、そんなにいないとは思いますが今まで、ね、ロングを利益確定してしまった方もしくは損切りしてしまった方は ね、4.5円付近まで下がってきたときに、陰線から4線に切り替わるサポートが入ったときには、もう一度、ね、ロングが取れるチャンスかなと思いますので、これも、ね、合わせて参考にしていただければという形でございます。今回、ね、週末の解説が、ね、少し曲げてしまったことをお詫びしたいと思います、はい。今回で、これでメキシコペソ園の解説を以上といたしまして、最後に南アフリカランド園見ていきましょう。 はい、南アフリカランドもメキシコペソと、ね、同じような形で今、大きく上昇しているというところでございます。さすがに、ね、産油国のメキシコペソよりかは大きな上げにはなってはおりませんが、まあ、ランドの方もも、ね、比較的メキシコペソと相関が強いという形なので同じように今は高値付近まで上げてきているというところでございます。今日のスタートは、ね、5.75ぐらいからスタートしたという形でございますが現在、ね、5.85ぐらいということで100ピプスほど上げているという い,う状況でございます一旦この5.75を割り込むと危ないという状況でございましたが、えー、最終的にはねこちら、日経平均の上げとともに、えー、移動平均線の上側に来ると、そのサポートを受けながら、東京マーケットはクローズして、ヨーロッパ時間ね、5.8を超えた後に、しっかりと移動平均線で調整局面をね乗り切った後は、一気にね、えー、ダウの時間外取引の上昇とともに上抜けたというようなところは、メキシコペスと全く同じような動きでございます。 そしてね、60分足の1週,間足1週間の時間軸で見てみますとね、今までは5.8円というね大きなサポートレジスタンスがございました。えー、先週のね前半部分は5.8円のサポートがあったんですが、逆に前半部分でね5.8円を割り込んでしまいますと、今度はね逆に5.8円がレジスタンスということでね、えー、せっかく上抜けても押し戻されてしまってたというのがね、えーまあ、60分足の特徴でございます。ただ今回ね、 えー、下の5.7円まで行かずにですね逆に5.8円を超えてさらに、えーまあ、5.85まで上向,く、えー、上向いたというところであればね、えー、こちらも移動平均線がこれから60分足ベースで右肩上がりに今ね切り替わっておりますので、えー、この5.8円付近まで押す場面があってもこちらでねサポートを受けることができれば上方向の、まあ、5.9円に向かっていくかというような形になろうかと思いますので引き続き押し目があった場合はしっかりとロングを組んでいただきたいというような状況でございます。 こちらもね週末の解説では、下方向でもしかしたらね5.7円割り込んだら最安値付近まで行きますよというお話をしましたが、まずね初動に関しては上方向に行ってしまったということで、早めにねこれは撤回をしておいた方がいいなというような状況でございます。し見てみましょう はい、えー、4時間足もですね今まで右下下がりの移動平均線、これを今回完全に上抜けしまして、ボリンジャーバンドの上限まで届きましたということでね、ね、えー、かなり強い相場に今切り替わっているというところでございます。えー、この5.6円ね、ね今までサポートが1ヶ月間の間で、えー、約1回、2回、3回と入りましたが、もう一度ねこの5.7円を割り込んでしまった時には、えー、危ないですよというお話をしました。まあ、そそのの根拠ととししままては移動平均線がが右下下下りででああったところで、まあ、その下側をね、えー 陰線の平均足が、えーまあ、連続していたということでね、まあ、このまま下がる可能性があるかなと思っていたんですが、一気にね、き、え、ょ、ー、の株式相場の上げとともに、えー、移動平均線を上回り、ボリンジャーバンドまで来てしまったというところでございます。まあ、こうなりますとね、先ほどから何ともお話をしておりますが、5.8円ぐらいまで調整してですね、陰線から陽線にしっかりとね、サポートが効いた場合には、5.9円、今までの、ね、レジスタンスラインぐらいまで目指すというような相場が見えてきますので、 しっかりと今の段階で突っ込んでロングを取るのではなくて5.8円ぐらいまで落ちるところがあればですね、そこの15分足、60分足、4時間足そういったところでね、しっかりとサポート陰線から陽線になったところでロングを組んでいただくというような戦略に柔軟に、ね、変えていただければと思いますので皆さんのポジション取りの参考にしてください。 はい、えー、ということでね、新興国通貨3兄弟は、まあ、今までね、弱かったトルコリラ円も含めて、すべてロング目線という形に切り替わりました。もちろんね、どういった歯車の逆回転があって、変わるか分かりませんが、今のところはですね、えーまあ、強い相場についていくという形になりますので、調整局面でしっかりと平均足のチャートが、 線線からら陽に切り替わったたロングの準備をすすするとといいいいうようよよな形で、ね、臨んででねんだければと思いままろししくお願いしますそして、週末のね、ちょっと解説を曲げてしまったというところはね、申し訳ないですが、やっぱりデイトレですでね、早めに切り替えていきたいというところなので、よろしくお願いいたします。今回のね、動画が少しでも参考になったという方はですね、いいねボタンを押していただければ、私のモチベーションもアップしますので、よろしくお願いいたします。あと、先進国通貨のデイトレをする方はですね、Twitter の方をフォローいただければですね、 5月末までは、えー、推奨トレードの配信を行っていきたいと思いますので、よろしければツイッターのフォローの方もよろしくお願いいたします。今回は以上です。今週も1週間で、ね、お仕事とトレード頑張っていきましょう。バイバイ。